応援の声を聞くと力がふつふつみなぎってくる。世界を広げる音がある。さあラジコをつけて音に心を傾けよう。スマホや PC から無料でラジオが聴けるラジコ。テイストオブジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本香織です。さて今日はこの番組初のご登場になりますジャズピアニストの平倉初音さんにお越しいただきました。どうも初めまして。初めまして、よろしくお願いします。はい、あ、緊張されてますね。はい、あの平倉さんね、今すごく注目を集めているんですけれども、なんとですね、あの老舗のライブハウスアルフィーのレーベル、はいはい、ライブアットアルフィーの第1弾 CD をリリースされました。はい、はい、タイトルが、はい、Tears っていうアルバムです。6月にリリースされたその第1弾のこのアルバムから今日ね、いろいろあの曲をご紹介してお話も伺っていきたいと思っておりますが、はい、よろしくお願いします。お願いします。さてじゃあまずこの曲からご紹介いただけますか。はい、今かかっているのは、アルバムの1曲目に入ってますシーラクーンっていう曲です。シーラクーン、はい、聞きいただいています。シーラクーンって何ですか。
まあ、ちょっとしょうもないあれなんですけど、はい、私ビーバーがすごく好きで、はい、でそれを、まあ、なんかビーバーみたいな曲を作りたいなと思って、はい、で、まあ、なんかビーバーっていう名前にするとちょっとあれかなと思って、昔はなんか海だぬきって呼んでたらしいんで、それでそれを海たぬきをもう一回英語に戻したみたいな。シーラクシーラク、ああなるほど、ビーバーがお好きで平倉初音さん、このアルバムのメンバーご紹介いただいていいですか。はい、ベースは若井俊也さん、はい、でドラムは中村海人さんです。はい、というね、皆さんよくご存知の、はい、メンバーなんですけれどもこのメンバーでは長いんですか。そうですね、ライブ自体は、うん、このライブレコーディングするまでは3、4回とかしかやってなかったんですけど、セッションジャムセッションとかで集まったりすることがよくあって、はい、でそこで一緒に演奏したり練習したりしてたので、うん、まあ、なんかこういう機会をいただいた時に、まあ、なんか信頼できるメンバーをこの2人にしようかなと思って、はいはい、じゃあ平倉さんがレコーディングするにあたってお願いしますって。そうですね、はい、そんな感じです。はい、でですね、初めてご出演いただいたので、まず平倉初音さんどんな方なのかっていうことを皆さんにちょっとお話しいただきたいなと思うんですけども、はい、まずこのピアノを始めたっていうのは、はい、きっかけは、あ、ピアノを始めたのは、うん、4歳の頃で、うん、もうあんまり記憶はないんですけど、うんうん、気づいたらピアノを弾いてました。親御さんがこう鳴らしてくださってっていう。そうですね。父親がもともとジャズベーシストだったので、うん、その影響で、ピアノも習い始めて、はい。はい。それで最初はクラシックピアノをずっとやってて、うん、で、父親が、私と演奏するために、ジャズピアノを最初はやらされてまして。でも、なんかまあ途中から、なんか人と演奏することが好きだったので、まあジャズを本格的に、中学生ぐらいからやるようになりました。じゃあ最初にジャズに触れ合ったのはもう本当に物心ついた頃からってことなんですね。そうですね。もうCD とか、ジャズの譜面とかは、もういっぱい家にもともとありました、はいはい、あ、そうなんですか。それでいつからこうジャズ本格的になんか自分プロとしてやっていきたい、はい、演奏家としてやっていきたいみたいなことを思い始めたわけですか。そうですね、それは高校生ぐらいの時からですかね。高校生ぐらいの時に、はい、まあ、大阪のまあ、ジャズのお店とかで、まあ、なんかよくしてくれるところがあって、はい、いっぱいライブで入れてくれるようになったので、それでまあ一応お金ももらえるようになって、はい、まあ、なんか自分はこれかなと思いました。なんか会社員とかになる自分は全くその時から想像はあんまできなかったですね、はい、大西純子さんに指示してるんですよね。はい、それはどういうきっかけだったんですか。それは最初純子さんに初めて会ったのは、はい、まあ、もともとファンだったんですけど、うんうん、はい、その最初一回引退された時に、はいはい、なんか長野かどっかで、やってたワークショップがあって、はい、で、それを、応募したんですけど、はい、その応募資格が、まあ、もともと、高校生、高卒以上、とか18歳以上とかだったんですけど、ええ、その時中3だったえ
ので、でもなんか最初テープ審査で、まあ受かると思ってなかったんで、うん、まあとりあえず出せばいいかと思って、行ってもない高校卒業って書いて、そしたらなんかテープ審査は通ってしまって、それで、実際に純子さんの前で、はい、演奏して、うん、まあその時はもうちゃんと白状して、はい、中3でしたで、ワークショップちゃんと落ちたんで、ちゃんと落ちたんであれなんですけど、でそれでなんか覚えてもらえたみたいで、高校入ったら、はい、レッスンどうですかと、はい、言ってくださったので、はい、月1回か2月に1回ぐらいは、うん、まあ、東京に出てきて、うん、まあ、レッスンを受けて大阪に戻るみたいな生活をしてました。バークリーに進学することを勧めてくれたのも大西さんなんですか？そうですね、うん、まあ、なんかアメリカとか行ってもいいんじゃないみたいな、うん、もありましたし、まあ、でもなんか自分で一回アメリカは行ってみたいなと思ってたので、はい、高校3年生の時に、うん、バークリーの5ウィークの、はいはい、サマープログラムに参加しました、はいはい、でバークリーのその学費全額免除を獲得されて、はい、バークリーに進学されると、はいはい、あちらでどれくらい、3年ぐらいですね。で、はい、それからすぐ戻ってこられたわけですか？そうですね、コロナになってしまったなるほどので在学中に、はいはい、それでもう戻って来ざるを得なかったって感じですね。そうなんですか。あ、じゃあ卒業できんずに、あで、帰ってきて、オンラインで、もう卒業間近だったので。バークリーもそんな状況だったんですね。はい。オンラインでもう全部単位を、はい、授業を取って、卒業しました。はい。それが、まあ、2年、ね。そうですね。ですかね。前ぐらいですね。はい。そうなんです。で、それからもう、すごい勢いで、日本で活躍して、羽を伸ばしてらっしゃるわけなんです。羽を伸ばすってそういう意味じゃないですよ。羽ばたいてるっていう意味でね。はい、いらっしゃるんですけれども。さて、また続きは後でお聞きすることにいたしまして、この曲がこのアルバムのタイトルチューンですよね。はい、ちょっとご紹介いただけますか？はい。今かかっている曲は、うん、組曲の Tears のパート3、Breathe っていう曲です。
アルバムのタイトルチューンです、 Tears、 組曲でこれはパート3、はい、サブタイトルとして Breathe ってついてるんですけど、 Breathe、はい、っていうのは深呼吸、深呼吸っていう意味ですね。はい、あのパート1がソブ、これはこれはまあ号泣するみたいな、はい、でパート2が落ち着くカーブ、はい、泣いて落ち着いて深呼吸をする。ティアーズってこのアルバムのために書き下ろしたわけですか。そうですね、はい、今作、8曲入ってるんですけど、その中でこの組曲3曲が、はい、まあ、書き下ろしの曲。そうですね、はい、その他はあと4曲がオリジナル曲で、もともと演奏していた曲で、はい、1曲だけ、まあ、カバーっていいますか、はい、そうですね、ありまして、まあ、このような構成になってるんですけれども、ティアーズって面白いですね。あ、はい、こんな風にあの涙、はい、こんな風にいろんな表情があるんだなっていうこと。そうですね私がすごく、まあ、自分自身めちゃめちゃ昔から泣き虫なので。そうなんですか。はい、なんかこの、まあ、アルバム、まあ、ライブレコーディングするってなった時に、うんうん、まあ、なんかこう自分を投影した曲を、まあ、1曲作りたいなと思って、まあ、あの、まあ、泣くっていうだけでもまあいろいろあるなと思って、うんうん、まあ、こういろいろ考えて、はい、はい、この3つを作りました。はい、で、先ほど話、オンラインでバークリーを卒業しましたって話を聞きました、はいはい、で卒業してすぐに上京してこられた。そうですね、はい、それからもうプロ活動を始められるわけですよね。そうですね、はい、まあ、いろんなところに出入りして、はい、このアルフィーにはどうやって、だってなかなか、そう、あの陽子さんがね、はい、非常に音楽に厳しい人でしたから、なかなかね演奏したくてもできないですよね。そうらしいですね。ご縁。はい、うん、まあ、なんかあのベーシストの、あの、はい、若井俊也さんが、うん、まあ、あの上京する前に一回あのアルフィーでどうですかみたいな、あのこう推薦して。うん、くれて、まあ、本当は上京する前の1月に一回ライブする予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっとコロナがひどくて、あのちょっと大阪から行ってなんかちょっとあれかなと思って、その時はキャンセルしてしまって、で、でも、まあ、ママも覚えてくれてたみたいで、はいはい、まあ、上京してからちゃんと挨拶に伺って、まあ、シットインとかしたりして、あの気に入ってくれたみたいです割と定期的に演奏。そうですね、そこからは、初めて出演したのは6月だったんですけど、去年の、はい、あのそこからほぼ毎月出させてもらってます。すごい1年経ったら CD も出しちゃった。そうっていうことになりますねすごいですね。で、あの CD 出す時にどのように話が来たわけですか。なんかもともと、うん、あのなんかそのアルフィーの作品を残したいっていう話を、まあ、あの陽子さんから聞いてて、はい、で、あの音響ハウスっていう、はい、あの撮ってくれたところがあるんですけど、はい、とも、あの相談したりして、まあ私の前にあの別の方も撮ってたんですけど、はい、まあその方は、まあ、今すぐにあの発売はいいかなみたいな感じだったので、まあ私が、まあ、第一弾になったっていう。あ、繰り上げで、はい、ちょっと寝かしてあるものもあるわけですね。あ、そう、 あ、そうなんですか。なるほど。でね、またねすごく素敵なんですよね、ジャケットも、はい、これあの実はライナーも書いてらっしゃる蓮井美希夫さん、美希夫さんですね、写真家の、はいはい、が、あのライナーもすごく素敵なライナー書いてらっしゃって、はい、で撮った写真がまたすごく素敵で、はい、素敵になんか撮ってもらいました
そう、あのグリーンがちょっとベースになっていて、ね、なんでグリーンのモノクロって言ったらちょっとおかしな表現なんですけれども、はい、そういう感じのね、はい、そうモノクロ写真のちょっとグリーンがかってるものみたいな、はい、これあのこのライブアットアルフィーはこのようなスタイルになっていくってことなんですか？そうですね、多分まあ、私 の,、ま、の好きな色が緑なんですけど、はいはい、で緑で、まあ、この日着てた服も緑だったんで、うん、まあ、緑を基調に、はい、デザインもしてもらって、はい、でもう第2弾とかもできてるんですけど、うんうんうん、第2弾の森田さんの、はい、アルバムは青、はい、森田直美さん、なんだっけ、清さん、森田清さんは、はいはいはい、青を基調とした、はい、アルバムのジャケットになってました。はい、素敵、なんか揃えたくなっちゃいますよね。はい、いや本当素敵なんですよ。これぜひねご覧いただきたいなと思うんですけど、ね、はい。さて、今かかっていますこの曲なんですけども、こちらご紹介いただけますか？はい、私のオリジナルの曲で、サムシングフォーチャールズミンガスという曲です。フォーチャールズ・ミンガス、はい、お父様がベーシスト、はい、ということでね、チャールズ・ミンガスも大好きだと。そうですね、家に何枚か CD もあって、よく聴いてました。はい、彼をイメージして。そうですね、あのミンガスの曲がすごく好きなので、まあなんかトリビュート的に書きたいなと思って書きました。はい、まずねお聞きしておかなきゃいけないこと、ライブのご予定なんですけど、はい、リリースは6月だったから、もしかして発売記念はもう終わってしまっているんですかね？そうですね。あ、まあ、でもこのメンバーで、はい、演奏する、機会も毎月ありまして、はい、このメンバーは、10月2日の日曜日、はい、にこの撮ったアルフィーで、はい、ライブを、はい、します。10月、はい、10月2日、はい、10月2日、ね、はい、ここはじゃあちょっと皆さん覚えておいていただいて、他には、9月18ですね、はいはい、9月18の、これはちょっと、千葉の方なんですけど、うん、柏にあるナーディスというお店で、はい、ベースは須川隆さん、はい、でドラムは山田明さんのトリオで、はいはい、リーダーライブをさせていただきます。はい、他いいですか？
あえずそんな感じで、はい、もしかしたらね発売記念じゃなくて も、はい、この後もねこのメンバーでも、はい、また新しい情報どんどん入ってくると思いますので、はいはい、平倉さんのホームページぜひチェックしていただいて、はい、はい、で足をお運びいただきたいと思います。はい、はい、そして今かかってきましたこれこのアルバムの中で唯一ね、はい、ちょっとご自身のオリジナルじゃない曲なんですけれども、はい、ちょっとご紹介いただけますか。はい、この曲は、バッドビューティフルっていうジャズのスタンダードナンバーのバラードです。でこれがその当日ライブの当日 の、 アンコール、アンコールの曲だったっていう、ね、はい、ことで、まあ、今回このアルバムの中でも最後に、はいはい、収められているわけなんですけど、はい、ね、そんなライブの雰囲気、アルフィーの雰囲気、はい、も一緒に味わっていただきたいな、はい、そうですね、拍手が入っていたりしてね、はい、その場にいるような感覚になれるので、うん、そうですよね、はい、他にこんな曲入ってますよっていうのをご紹介いただけますか。あ、はい、うん、他には、うん、あ、もちろん組曲のパート1、うん、パート2も、うん、もちろんありますし、ドラムの、うん、中村海斗くんをフィーチャーしたエンペラータイムっていう、はい、曲とか、あと2曲目の、ちょっとまあちょっとクラシカルな雰囲気の、はい、曲で Did It Again っていう曲も、はいはい、入ったりしてます。はい、全部で8曲です。はい、今日は半分しかお聞かせしてませんが、はい、はい、ぜひね皆さん手に入れて聞いていただきたいと思います。はい、いや本当に素敵なアルバムができました。はい、ね、ぜひまた第2弾第3弾、はい、期待しておりますので、はい、ありがとうございます。セカンドアルバムサードアルバム、はい、はい、またその時には遊びに来ていただきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、本日のゲストジャズピアニストの平倉初音さんでした。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。テイストオブジャズ、お相手は山本香里でした。それではまた。